丸いパンダが丸く収めますせ。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら恵国さんからねご相談があるわけですよ。こちら、恵国の母親、子供と恵国に行ったら、恵国に行ったらビキニ娘いけませんよね、ということでですね、こちらご相談でございます。はい、それではですね、こちら記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。家族と一緒に行った渓谷で若い女性がビキニ水着を着て不便だという書き込みが掲載され、ネチズンたちが口論を自爆している。17日、あるオンラインコミュニティにはビキニ姿で渓谷に登場した女性の写真とともに書き込みが掲載された。作成者 A 氏は、渓谷は子供たちもいるところだが迷を潜める服装が多いと書いた。それとともに、若い女性たちがビキニを着てくるのに、ここは休養地ではないのではないかとして、なぜ子供たちが来る渓谷でなぜビキニを着るのかと不満を吐露した。 A 氏の書き込みにネチズンたちは口論を自爆した。一部のネチズンは、小学生以上になる子供たちと父親も多いはずなのに恥ずかしい、胸が見える水着は自制しなければならない、ここがウォーターパークでもなく渓谷にビキニが合う服装なのかと不満まつりの声を出した。反面、着る人の自由なのになぜ問題なのか、父親が上着を脱いで遊ぶのは大丈夫なのか、特に男性が服装に厳格な大韓民国などの反論意見もあった。ビキニ論議は渓谷だけではない、夏を迎え地方自治体やマンション団地などで設けた水遊び場でもこのような論争が続いている。夏場になると地元のママカフェにはビキニと薄いビーチガウンを着て場内の水遊び場に来る母親たちに対する不満の書き込みがたびたび掲載されている。町内の水遊び場に何来る母親が何ビキニで、ビキニと薄いビーチガウンを着るんだ。なんかリゾートと勘違いしてんのかな。リゾート気分を味わいたいのか。はい、ということでね、皆さんはいかがお考えになりましたでしょうか。それではですね、こちら渓谷の相談員の方のご意見聞いてみましょう。はい、それではね、1人目。渓谷で水遊びするには水着を着ないと。ビキニやワンピースや水着は個人の好みだ。子供たちを連れて海水浴場にはどうやって行くの。2503157。ただ自分が着られなくて嫉妬してるみたい。わら、1235-113。路上で着るのが問題であって、どこに行っても水遊びができるところでは、ビキニは全く問題ない。そして、家族全員がいるところは何か問題なの。ビーチやウォーターパークには家族全員がいるんじゃない ?1012-37。最近の子供たちの記事を見ると、子供たちに一番良くないのは母親たちのようですね。99-3。いざ子供たちはあの女が脱いでもいなくても水遊びに夢中で視線さえ注がないということ。76-3。渓谷の子供でしょ、わかんないよ、もしかしたら、いきなり襲いかかるかもしれない。本当に渓谷人ほど他人の服に指摘する人はいない。外国に住んでいるけど渓谷のおばさんたちが言うのを見るとビキニを見るのが不便だし、ラッシュガードを着てても見たくない。外国の子供たちが T シャツを着て胸の骨が見えるのも不便だし、ヒジャブも不便だし、インドの子供たちが伝統衣装などを着て歩くとそれも不便だって。ひでえな。ただ自分たちのようにゆったりとしたワンピースや足首丈のスカート、ダブダブのワイドパンツを履いてこそ端正で見栄えが良いとする。服だけではない、1から10まで全部自分たちが着ているのだけ良くて、他の人がすることは全ておかしいという考え。64-8。私は正直、海であれ渓谷であれうるさい子たちとそれを傍観して自分たちだけでお酒ばかり飲んで親たちの肩がイライラするんだけど。53-2。お年寄りと子供たちはただいいわけで、本当の本音は夫の目がキョロキョロするのが不便だということだ。44-4。それかもしれないね。はい、じゃあですね、こちら日本のね、相談員の方のご意見聞いてみましょう。はい、じゃあですね、上の方からいきますかね。母親がビキニになった身だか。街を歩いてもビキニ娘、雨が降ったら全裸男。青春に答えはないんだ。ビキニの面積によります。わら。
いや、ビキニがどうしたって？ V ゾーンの角度が急すぎた？なんだ、DJ はいけないんだ。DJ ナニボーがアップを始めました。DJ ビキニ娘35がみっともないのですが、わらわら。泳ぎもしないでビキニでカッポしてるってこと？女性のビキニよりポロリしてる9センチメートルに嫌悪感持てよ。じゃあ子供たちの来る海水浴場にもビキニを抱いてはいけないとか言うのか？警告の警告でビキニを警告って意を踏んでるんかな？わらわら。 DJ なんちゃらのビキニはほとんど裸だったから子供には見せられないよねから。今年は少し昔みたいに下がへそより上のやつが流行りみたいね。水に入るのに水着着ただけだろ、何が悪いんだ。水遊び場でビキニ、ちょっと恥ずかしい、わら。乳出しちょどりの国なんだからビキニはオッケーなんじゃないの？ビクニ姿だったらよかったのか？服を脱がないと狂ってしまう国民性、あ、脱がなくても狂ってるか笑い。お前らが服装に幻覚？道端で脱ぎまくるくせによく言うわ。それはビキニを着ている人によって答えも異なるわな。それは何？スタイルによって変わるってこと？着れるうちに着なよ。今や公害の自覚ありだよ。私はかっこ泣き。ひでえな。水遊び場って噴水広場とかでしょ？親まで水着はきついな。どっかの共産党の雲隠れババアみたいなこと言ってるぜ。すく水着てる方が問題じゃないのか？渓谷って川のない枯れ谷ならおかしいと言ってもいいが、川遊びのために水着着てるのなら何もおかしくないだろ。自分の考えだけが正しい、至ってけえらしいよ、萌え子ちゃん。渓谷って結婚したら女性は髪を短くして地味な格好をしなくてはいけないみたいな風習があったみたいですね。今の若い人は気にしてないみたいですが、お前らのモーターショーのハンケチュハミ父のお姉さんをなんとかしろよな。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたらこちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方はチャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。